リクエストが送信されました。リクエストが送信されたので待ってます。今さあ誰が来るでしょうか。誰だか分かりますか皆さん。今日はあの子です。 NGT の歌姫、 NGT の歌姫。あ、来るかな。あ、来た。やった、ゆかたち超素早くできたよ。あは、こんばんは。あいで、やったー、ひなちゃん、ゆかさーん。はい、ということでですね、皆さんこんにちは。 NGT48 の荻野ゆかと三村ひなです。わーい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、待って、これどうするんだろう。どうしたらいいんだ。まあ、私がこれ やっていけばいいんですよね。進めていけばいいんですよね。ですね。はい、ということでですね、今回はこの2人でお届けさせていただきます。このように私たちの配信が終わったら次の組の配信が始まるので、みんなでショールーム内を移動しながらリレー配信を楽しんでいただけたらいいなと思います。そして今回の配信ではちょっと特別な試みが用意されているそうで、はいはい、なんとこのショップ、このルームを利用してショップルームで CD が販売されているみたいで、それを、うん、購入していただくと、お、配信メンバーの特製超ミニサイズソロバージョンポスターを全員にプレゼントだそうです。サンプルがあるんですよ、ね、こちらに。え、これサンプルがあるんですよね。あるの。ひなちゃん持ってんの。そう、いつもらったの。そんなの、さっきさっき届けてもらいました。これゆかさん、やだやだ。あ、いい、こっち私です。皆さんぜひ2人のぜひゲットしてください。これを機にお願いします。お願いします。これね、30分じゃん。結構短いのよ、はい、いや、そうですよね、足りない。もうやっちゃおう。お、あ、待って、その前にこの配信でも改めてお知らせさせてほしいのが、うん、なんと、お、8月から、お、劇場公演が、お、再開しまーす。イエーイ。やったね。やった。いや、嬉しいですね。でもこれはお客さんも50人限定なんだよね。そうですね。メンバーも最大6人。うんうん。ということなので、まあ、限られてはしまうんですけども、皆さんぜひ新潟県民の方、ぜひ遊びに来てください。どうですか、劇場が始まると聞いて。いや、やっぱりずっとずっと本当に半年ぐらい劇場公演やってなかったじゃないですか。そうね、ファンの方にね、会う機会もないですから、うん、こうして、うん、こう、うん、改めてね、皆さんの前にステージで立つ機会がね、こうちょっとこう見えただけでもすごい嬉しいなと思いますね。本当ね、しばらくだともう私たちステージに立つ機会なかったから、はい、結構体力が心配、私。いや、本当にそうですよね。やばいよね。困っちゃう。こちらの公演は通常公演ではなく、現在の状況を鑑みて人数を制限したユニット公演になるということですが、はい、まあ、どんなユニットになるかはお楽しみで、楽しみだね、ひなちゃん。いや、楽しみですね。ちょっと今までのその、公演とはまたちょっと違って、こう自分たちでプロデュース的な感じあるじゃないですか、今回の。そうね。うん。だからそれもちょっと楽しみにしていただきたいなと。はい。楽しみにしてみてください。ということで、もう一つ、シャーベットピンク通常版の応募抽選の特典で、新潟県の遊園地、サントピアワールドでのイベントの開催が決定しました。イエーイ。はい、ありがとう、いのちゃん。シャベットピンクの通常版に封入されているイベント参加券に明記されている URL からお申し込みいただく抽選イベントとなっていますので、気になる開催日時は9月5日と6日、2日間なんだ。9月の5日と6日の2日間に分けてやるので、はい、ぜひ予定を空けておいてください。お願いします。お願いします。応募
詳細は、後日改めてのご案内ということですが、ひのちゃん、はい、こちらも楽しみですね、非常に。いや、そうですね。なんか、こう、サントピアワールドさんは、自分が新潟に住んでた時に行ったことがあるので、まあ、久々、めちゃくちゃ久々になるんですけど、ね、すごい楽しみ。いいね、うん、あれ乗りたい、あのジェットコースター。ちょっと怖い、なんかいろんな意味で怖いジェットコースターとか乗りたい、ね、乗れるのかね、一緒にファンの方と。その子どうなんですかね、ソーシャルディスタンス踏まえて。あー、そっか。まあそこら辺の詳細は皆さん後日ということで。じゃあもうこれは話していっちゃいましょう。劇場公演も始まってるし、はい、まあコラボ配信もこうやってできていて、うん、そう、昨日おととい、シャーベットピンクの発売がされましたが、日野ちゃんの。そうですね、おととい。心境はどうですか？心境。そうですね、やっぱり、こうずっとファンの方をお待たせしてたわけじゃないですか。うん、そんな中でも、こうずっとショールーム見てくださったりだったりとか、SNS で、うん、コメントくださったりだとか、いろいろこう、なんていうんですかね、こう、うん支えてくださってたじゃないですか、うん、でやっぱりそういうファンの方がいなかったら私たちはアイドルとして成り立たないじゃないですか、うん、だからそのやっぱりこのフィフスシングルシャーベットピンクがリリースできたのもやっぱりねこう応援してくださるファンの皆さんのおかげなので、うん、そのファンの方への感謝がぜひこの、うん、あのシャーベットピンクのいろんな期間で伝わればいいなと思っております。しっかりしてる。もうゆかの言いたいこと全部話してくれ。ひのちゃんは結構話コメントでもあるけど話が長いで有名なんですけども、ちゃんとまとめてね話してくれました。ありがとうございます。よかった。いやもうゆかはもう右に同じ、私から見て右にいる。もうひのちゃんと全く同じ、もう同意見。同意見。本当にやった。ってことでですね、今回もう本当に時間がないの。だってもうあともう、もう38分、もう8分も経ったんだよ。悲しい。これは早速企画の方に、はい、行っちゃいましょう。待って、話の長い。了解です。そうだね、私たち2人とも話が長いみたいだよ、ひのちゃん。いや、そうですね。そうかもしれないですね。どうないじゃんね。気持ち入っちゃって喋っちゃうよね。いや、わかりますよ。その短くまとめられないですよね。うん。今日はもう30分オーバーしちゃいそうですね、これは。ということで。いや、大変。この企画は、いきます、はい。コンビ愛を確かめようクイズ。好きなところ、直してほしいところ。イエーイ。直してほしいところとか、そういうのも言うのね。なるほどね、らしいですね。ということでこれはお互いに気持ちよく始めたいからか、相手の好きなところから予想だって。おお。じゃあこれはお互い何を言うか予想するってことでいいのかな。そうですかね。好きなところ、ひのちゃんが私の好きなところをどう思ってるかっていうのをゆかが言って、それの反対をひのちゃんもやるってことだよね。そうですね。もうこれは事前にねお互い紙に書いてきているので、はい。お、めっちゃ可愛い可愛い飛んでるよ。やったじゃん。じゃあもうやっちゃいます。はい。じゃあまずはどっちから行こうか。はい、いやどっちから行こう、三浦さん。どじゃあ私が先に予想します。じゃあ。了解です。ゆかが、ひのちゃんが、ん？ゆか、まあ、そういうことだよね。よし。じゃあ、私がゆかさんの好きなところを発表する前に、ゆかさんが予想する。え？オッケー。はい。いきます。あ、これ恥ずかしいじゃん。これ何なの？これ。外れてたら。あんた。いくよ。はい。やだしいな。いや、これはもう人に優しくをモットーに過ごすことを心がけているので、はい、こうやって思ってくれてたら嬉しいなみたいなね。おうほうほう。そういうことなんだが、ひろちゃんの結果はどうだい？
はい、私のゆかさんの好きなところは、じゃじゃん、強いところ。おっと意外ですか。おっと、強いところとは、はい、その理由的なものではですね、やっぱり、はい、そうですね、なんかこう総選挙でね、こうグーンとゆかさんの名が知れた時に、はい、そのやっぱり NGT48 をこう背負って頑張られてたじゃないですか。その時とかのこうプレッシャーだったりとか、そういうのにも負けずに、こうしてずっとこう、うん、NGT48 のこう前線に立ってこう頑張ってくださってるところが本当に強いところ、本当にそのなんですかね、それこそ優しいところだったりとか、いろんないいところが、もうゆかさんはもう強いっていう、もう強い、心が強い、へこたれないっていう、もうそこがね一番好きなところですね。ありがとうひのちゃん。いや、強いのかどうかわかんないけど、まあ、その時はこう強くあらないとなとは思ってた。まあこれは半分正解ってことでいいよね、ひのちゃん。あ、そういうこと。そう、そうだよね。そうです。そう、そうですね。イエーイ。ありがとうひのちゃん。次は、次は、はい。ひのちゃん、あ、違う、ゆかが、これの反対だよね、次は。そうですね。私が予想したものを。オッケー。じゃあゆかがひのちゃんの好きなところを言うから、それを予想して。はい。じゃあどうぞ。じゃあ行きます。私の予想はじゃあ暑いところ。おお、こうよく熱心で新潟にそのオーディションの時から見てて、熱心でね来てほしいと思ってたんだってゆかさんがよく言ってくださってるので、それかなと思って。はー、じゃあ行きますね。はい、まあ、正解はじゃん。あ何に対しても一生懸命で夢の努力を惜しまずに芯を持っていてガッツがあって誰に対しても平等に優しいところということで、ピンポーン。いやねえ、なんか長い。そうですよ、もう板はこれです。ひのちゃんの好きなところ、まあこれを一つにまとめたのがそのひのちゃんの答えの。いや、めっちゃ嬉しいですけど、なんか私の強いところっていうのがすごくざっくりとしていて、なんかこう比べちゃうとちょっと申し訳大変申し訳ないなって。正解だよひのちゃん、今のところ私たち相思相愛だよ。うわー嬉しい、やったね。お宅病院に尽きる。まあそうだよね、ちょっと私たち似てるところがあるかもしれないね。なんか、え、本当ですか。いや、超嬉しいです、ね、そんなことない。なんかコメント欄も結構なんかそういう感じの、ほら、いい感じのこと書いてあるよ。いっぱい拍手もいっぱいくれてる今。嬉しい。ね。で、そんな嬉しい中申し訳ないんだけども、はい。次は、直してほしいと思っているところ。直してほしいと思ってるところ。だから、じゃあ、ゆかが、ひのちゃんを直してほしいと思っているところを、はい、うん、ひのちゃんが当ててください。さ、あ、了解です。さあ、なんかさ、何直してほしいところって何なの。あ、先に私が予想するので大丈夫ですか。はい、じゃあお願いします。あ、了解です。ちょっとこれかなっていうのが。いやいや、これだよ、はい、ひのちゃん、絶対これ、絶対これ、直してほしいところ。どうぞ。あ、じゃあ予想します。いきます。はい、私の予想はゆかちゃんって呼んでくれないところ。おお。いきますよ。はい、ピンポン。あすごい、すごい、あんたすごいよ、すごい。なんでわかったの。なんで。いやマジね、ゆかさんのこと大好きなのでね、もうここまでわかっちゃうんですよ。じゃあ、また今日これを機に行こう。これを機に、ゆかちゃんね、次ゆかさんって呼んだら
焼肉奢ってもらうから。いや、無理。お金ないよ。いい？ゆかちゃんって呼んでくれたゆかが焼肉奢るじゃん。どう？これで。あ、頑張りますね。これからゆかちゃん呼びしてくれたらゆかが焼肉奢る。逆だったらひなちゃんに奢ってもらう。いや、頑張ります。全然徐々にでいいから。徐々に。もう急にはむずいと思うので徐々にね。はい。待って、私たち順調だよひなちゃん。やばいですよ。だってもう、このコラボ配信するのもスムーズすぎますからね。いや、やっぱ違うね、うちら。やったー。ゆかちゃん、画質が悪くなってきちゃったって。これは、あら。どうしようもない。画質は、まあ、しょうがないですね。画質。なんで画質悪いんだろう。Wi-Fi とかですかね。ゆかちゃん見える？ゆかのこと。あ、今見えますよ。本当に？全然画質いい？はい。本当？じゃあいいや。一瞬ちょっとザザザッとなったぐらいで。今は全然 OK です。あ、よかった。じゃあ次は、それ今やったやつの逆バージョンで。はい。じゃあ、ゆか、ひのちゃんがゆかの直してほしいと思っているところを当てます。はい。いきます。朝入りの時の髪のボサボサ、ダサい格好、いつもうるさい、やかましい。もうどれかエコが頑張ってればいいですもん。多分。なんですか、ひなちゃん、言ってごらんなさい。朝入りの時の髪のボサボサ。いや、違う、ちょっと、一個いいですか。あ、私の答えの前に一個いいですか。はい。アベマさんの生放送のインタビューの服が、はい、すごい。ひのちゃん、私あれレッスン前なのよ、あれ。なんだよ、みんなおしゃれな服着てさ、ほんとに私だけなんか白 T にズボンに髪ボッサボサでさ、着たまんまのやつでやっちゃって、もうそのインタビュー出てきた時にその近くにいたメンバーと笑っちゃう。いや、結構私感動的なこと言ってたのにザワザワしてんのよ。めっちゃいいこと言ってたでしょ。何笑ってんのって、またあの後あゆに、あんた服ダサすぎ。いやだって、いやもうすごい。じゃあこれからは朝早くても髪の毛はちゃんと整えて綺麗な格好で行きます、これから。いや、そんな、そこまで気張らなくていいと思いますよ。ちゃんと息抜きもね、大事じゃないですか。ありますね。じゃあ私の、はい、はい、実は直してほしいところ。やだ、なに。いけます。はい、じゃあ顔が小さすぎる。おい、それ遠回しに脳みそがないって言ってるのか。違う。え、なにそれ、どういうことなの。え、いや、なんかこう直してほしいところ考えたんですけど、うん、なんか結局そういう、なんかちょっとこう、何ですかね、お洋服が、こうちょっとなんか、あれでっていうところも、ゆかさんのね、こう愛らしいところだなと思いましてですね。考えた結果、顔が小さすぎると。どうしよう、これは、どう直せないか。これは、直せない。どうすればいいんだ、これ。だって、一緒にこう写真撮った時とか、もう横に並ぶと、もうスタイルが良すぎて、もうなんか、ごめんなさいってなる。だから、いや、でもなんか、ま、そんなことないけどね、全然。いや、いや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 。もうさ、いやいやいや、これ医療の力でとか言われて、これはもう医療の力でな。いや、でも結局ね、うん、ゆかさんがね、顔が小さくて、もうスタイルが抜群なのはもう周知の事実だしね、もうそこはもう、うん、なんて言うんですか、ゆかさんの、うん、素晴らしいところじゃないですか。だから私がこれ何が言いたいかっていうと、直してほしいところなんてなくて、うん、結局そのゆかさんのちょっと抜けてる部分も全部好きですよってことを伝えたかったわけでございますよ。本当にひのちゃん、はい、ありがとう。なんかちょっとどっちも褒めていただいちゃってね。ねえ。あー、ゆかさんって言った今。あ、本当だ。もうダメだ。奢ってもらおうと。あ、大変。
じゃあ、まあ、でもさ、ないよね。ぶっちゃけ直してほしいところが本当にないんだよね。いや、ないんですよね。ないんだよ、うん。もっとじゃあ、一緒に遊びましょうって感じですかね。あ、そうそう。遊ぼう、遊びましょう。はい。ね、前さ、ほら、大宮で遊んだよね、私たち。そうですね。大宮で遊んだんですよ。タピオカ飲んで、はい、なんか麺みたいな食べたっけ？食べてないっけ？タピオカ食べました。麺、なんか麺食べました。タピオカ丼と麺食べました。そうだよね。タピオカ丼みたいなちょっと食べて、プリクラ撮って、カラオケして、はい、で、ひのちゃんにプリライブをしてもらった。はい、ゆかをずっと出せてもらってた。あの、美声。ね、笑い方やばくない？あ、あ笑い方やばいじゃん。でも違うんですよ。これなんか、あの、ゆかさんに似てるねって、なんか笑い方ゆかちゃんにそっくりってね、よく言われるんですよ、コメントで。いや、思った。めっちゃ私に似てる。いつの間にかなんか、映っちゃった。ねえ、ごめんね、ゆか。いつもうるさい声で笑ってるから。ねえ、ひのちゃん。今、パパたち見てくれてるかな、ひのちゃんの。え、見てると思いますよ。ゆかの家族、ゆかもパパのママも見てるでしょ、でも。嬉しい。どう見てるの？そう、だからもう、荻野家と三村家で、なんか、一回なんか、会やりましょうって。ね、うちも男兄弟いるし。おう。ねえ、いるもんね、弟くん。うそ、そうですね。もうちっちゃいですけど。ね、妹もいて。なんか、ね、みんなでね、埼玉出した。はい。なんかいい、なんかちょっと家族ぐるみでちょっと今後お付き合いを考えて、家族ぐるみ。ぜひぜひ、もう、ね、家族みんな喜びます、それは。嬉しい。でも、ひのちゃんはさ、ひのちゃんに一個不安があるのは、うん、あなた歌が上手すぎる。だから、セカオの最初のソロのパート、私より上手く歌わないで、俺本当に私より上手く歌うから、もうセカオがもう、ひのちゃんのイメージなの。私より上手く歌うの。本当に。いや、これはクレーム、ね、いいクレームですよ、これは。でもね、結局ですけど、はい、そのどんな楽曲でもね、本家を超えることはないと思ってるんです、私は。いや、もうやっと言えたよ、これ。やっと、もう3年越しかにやっと言えました、本当に。でも、いつも言ってね、なくて。上手なのよ、ひのちゃん。ありがとうございます。教えてよ。いや、私は、ゆかさんのセカオが好きで、NGT もっと大好きになったんで。本当に。はい。ゆかちゃんが上手くなるしか、そうだね。で、ゆかちゃんが上手くなって、じゃあいつかひなちゃんと一緒に、はい、一緒に歌えるように、そうですね。たとえつけがいいか頑張るわ。いつか一緒に、こう、セカオで、デュエットみたいな、やれたら、幸せですね。いつか使用したいね。なんかどこかの機会で。はい。なんかそれこそなんか劇場とかでさ、できたらいいよね。そうですね。はぁ。なんか不思議な感じだね。ゆかはずっとひなちゃんを配信で見ていた側だったから、一緒に配信をできるなんてさ、不思議な感じだよねって感じ。そう、オーディションの時とかなんですよね。めっちゃ見てたもん。え、嬉しくない？ファンの皆さん。何よ、これ、嬉しいくない？なんて、嬉しいよ。嬉しいよ。私も嬉しいよ。ほんとに。ねえ。めっちゃ笑うじゃん。いや、なんか、いや、すごい幸せ者だなと思いまして。うん、私もそれこそずっと見てた側なので、こうしてね、同じグループになって、うん、こう、うん、こんな間近で一緒に活動することができるなんて、うん、こう、もう本当に、加入する前はもう夢じゃないですか。うん、だからそれがね、叶って本当にね、幸せだなぁと。いや、幸せだなぁと。62番ちゃん。62番ちゃん62番ですね。まあ、ママから LINE が来たよ。私もめっちゃ見てたひろちゃんのショールーム、新潟からの配信は泣けたって来たよ、ママから。あ、すごい、ちゃんと見てくださってる。めっちゃ見てるけど、あと5分なんだって、やばい。ね、ちょっとこれはあれだね、
ちょっと今度2人でさ、またコラボ配信しよう。ちょっと時間が足りないね、さすがに。はい、ね、30分だ。またちょっと時間あるとき一緒にしよう。はい、やりましょう。ってことで、これは何だろう、はい、あ、もうエンディングだって。あ、だってもうあと4分なんだ。めちゃめちゃ早い。大変。ということでね、そろそろ私たち2人の出番の終わりが近づいてきていますので、この配信限定のショップルーム企画について改めてもう一度お話ししたいと思います。お、今ショールームのショップルーム機能を使用してシャーベットピンクの CD を販売しています。今配信しているメンバーのルームでシャーベットピンクの通常版を購入していただくと、配信メンバーの特製超ミニスでかいなアップだよこのひのちゃんが今持ってくれている B5 サイズのポスターを購入してくれた方、すべての方に、はい、プレゼントということなので、予約購入の方法は画面に表示されているショッピングカードのボタンから購入画面進んでください。お願いします。もうあと4分で終わっちゃうので、まだの方はこの4分の間にぜひ、そうです、ここでしか、三村さんのものをここでしかゲットできない記念の、ゆかとひのちゃん記念の、ゆかちゃんとか言っちゃった、もうわかんない、やばいやばい、ゆかちゃんゆかちゃんコラボ記念としてぜひゲットしてください、お願いします。いや早いですね。じゃあちょっと時間が ね、いい感じに余ってるので、コメントも見ていきましょうか。なんかスクショタイムとか、スクショタイムっすよ。どうする、はい、なんかある、なんかあるかな、ポーズ何がいいかな、なんだろう、ねえ怖いんだけど笑ってるのえあ、そう、じゃあ埼玉ポーズしよっか。あ、もうこれで皆さん撮ってくださーいはい、ポーズサイドのポーズ。オッケー。オッケー。オッケー。イエーイ。いやー、私たち結構スムーズに進んだんじゃない？いや、そうですよ。絶対最初の入りから最速って書かれてましたもん、うん、コメントで。本当に？はい。さすがだね。イエーイ。イエーイ。自画自賛が多い、自画自賛だよ、ほら一番スムーズでした。ってはい、さすがから早かった、さすがだね。うん、初めてだったけどね、結構いいね、初のコラボ配信がこれでしたということで、もう思い出に残りましたね。じゃあもう、はい、あとちょっとということで、次の配信はつぐつぐとゆめちゃん、つぐちゃんとゆめちゃん、はい、ということなので、皆さんあと21時からは、つぐつぐとゆめちゃんのルームへぜひ見に行ってください。お願いします。もう終盤ですね、本当に。そうですよ、もう終盤でございます。寂しい、早いですね。ではね、ひのちゃん30分ありがとう、ありがとうございました。皆さん、ゆかちゃん、あ、言ったゆかちゃん、そうです、今度会った時も言ってね、ゆかちゃんって。頑張ります。ちょっとちゃんと焼肉をのちょっと頑張ります。はい、私おごらせてね、私に焼肉頑張ります。じゃあ皆さん、またバイバーイ、はい、バイバーイ、ありがとう。